はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで竹半さん、竹半さんですね。はい、 CZX を一つですね。で、ちょっとヤムさんの集荷時間もう今過ぎてて、今日出せればですね。ちょっとヤムさんも忙しいようで、ちょっと遅れるんじゃないかな。間に合えば今日出しますというレベルでお願いいたします。ちょっと今日も夕方まで梱包がずっと忙しかったので。はい、6パックですね。いや、でもこれ店内営業、店内販売をやってたら終われないですね。一日の、毎日のご注文いただいてる分が発送が遅れたりとか、そうなってしまう。下手にね、従業員雇えないんでね、この商売はね。今までいろいろ、ね、あるでしょう。いろんな話ね。ほんと。はい。なので。レデンプションを引いてしまいました。どっちでしょうか、スケッチかオートグラフ。オートグラフでした。はい。で、こちらお客様の方で送っていただくんですけど、ね、EMS か何かで送っていただけると安心かなと思います。後ろにちゃんと名前書いていただいて、で、送り先も英語のね、表記で書いていただいて。はい。で、クリプトジョークさんは日本の方にちゃんと送っていただけますので問題ないと思います。はい。で、誰が戻ってくるかがちょっと確定してないという、何人かいるらしいんですけどね。まあ、それでうちもちょっと受けることができない。これメモラ、あ、3人だ。はい。これヒーロー系来たらすごいけど、誰だろう。あ、メリッサ、この間も、はい。いや、でもいいですね。メリッサ入りのトリプル。これはスーパーガールの3人でいいのかな。はい。ちょっと後でローダー入れておきます。これもなかなか出ないですよ。はい、ということでサインとコスチューム、メリッサ・ブルックスさんとかね。これはアカパラ125シリ、あとはスケッチカードと、あ、これはスターパワーかな。スターパワーだ。ブラックライトニング全員つ。はい。はい、これは、スケッチだ。あ、なんかカラフルっぽい。全塗りですね。良さそうな雰囲気。ん？赤いね。フラッシュ系？フラッシュだ。どんな感じ？おー！はい。なんか、これワープしてる？ワープしてる？しようとしてる？なんか考えてる。なんかそんな感じですね。はい。ちょっとまた走っか、みたいな。もう、何周させんだよ、みたいな表情ですね。はい、よかった。ちゃんと色も塗ってあります。キャラわかんないとちょっとね、あれですけど。完全にフラッシュですね。ジェフさん、はい、2人で書いてるのかな。ジェフ・リッキー・リッチーかな。フレッド・ペインツさん、はいですね。はい、これでスケッチとサインとコスチューム、ここが何でしょうか。もう一枚シリアルかな。スターパワーの多分パラレルだ。金だ、しかも。はい。55シリですね。これフラッシュの
お友達だでしたっけ。うん、フラッシュですよねこれね。違うかな、あれなんかね、キャラわかんないから前見に聞いたんですよ、うん、なんか夜中やってたっつってね、それ見てたっつってました、絵描きながら、うん、前見のが詳しいっていうはい、シリアル来ました。フラッシュ系、あ、でもスーパーガールか。善逸さんはこれはどっちなんですかね。書いてないのか、これもフラッシュ系なのかな。これ一応でかいスリーブと、あの店長のオリジナルローダーの55ポイントです。ぴったりです。はい、よくご質問あるので、はい、ということでサインは、はい、ちょっとランダムですけど、この辺、うーん、この、あ、ここにいないね、スコフィールドのお兄ちゃんとか書かないのかなと。なんかね、うん、特定じゃないという話なので、複数にいるんじゃないかなと。ちょっと誰とはまだ店長も知らないんですけど、聞いてないんですけど、ランダムという話なので、うん、はい。ということで、ちょっと申し訳ないんですけど、お客様の方から直接送っていただくということで。はい、で、山田さんまだ来てないので、これちょっと後でローダーに入れておきます。はい。トリプルは珍しいですね。4種類、3種類か4種類ぐらいしかないですよね、多分ね。はい。この間も PB でこれ出ましたけど。はい。ってことで、こちらで発送いたします。その前にポーカー。はい、じゃあ参考します。ワン、ツー、スリー、お、8のワンペア、はい、ワン、ツー、スリー、あ、店長ノーハンドですね。はい、じゃあ車が一つつけてお送りいたします。あ、ちょうど山津さん来てしまいました。明日かもしれないです。すいません、ありがとうございました。